トレーニングやっていきますか。はい、やっていきます。はい、ということでトレーニングやっていきます。はい、ご褒美はね、アルフォートでございます。アルフォート食べさせてくれ。はい、筋トレをしてアルフォートを食べるというね、至福の時間。はい、ということでね、はい、まあ僕もね、これからちょっとね、まあ復活しないといけないんでね、まあ調整というか、まあ、以前の体に戻すためのトレーニングやっていくんですけど、今日は、マッスルアップ10回、バーディップス10回、懸垂10回やりたいと思います。このセットはね、結構きつめなんですけど、まあ、かなり調子戻ってきたんで、まあ、いけるんではないかなと思います。そして今日はね、森達が、はい、マッスルアップの限界、はい、何回できるか、はい、全くやったことないんですけど、初挑戦するらしいです。僕前回の動画でね、やってると思うんでね、はい、今回は森達が挑戦します。やってみようかなと思います。まあ、まず僕から、はい、いきます。それではいきます。なんとか、なんとかできました。まあ、だいぶ戻ってきましたね。はい、と、はい、いうことで、はい、マッスルアップの限界に、はい、はい、まあ、モチベーションもらったんで、OK。1、2、3、4、5、6、7、クリーンやね。8、休んでもええよ。いいね。9、10は行こう。そうですね、休んで10は行こう。フォームめっちゃ綺麗やから。オッケー、オッケー。今の粘りいいよ。10、いいね。11、根性や根性。じゃあ、あと1回いくよ。おぉ、懸垂。1、2、3、4、5、6。はい、ナイス。ナイス。OK。キッズ、まあ10だね。うん。まあまあまあ。でも、フォームめっちゃ良かった。うん。キッピングもないし、反動ゼロ。うん。まあ、とりあえず15をね、次は目指して。目指してな。はい。いいんじゃね。はい。ということで。まあこんな感じでね、これからも2人で追い込んでいってね、はい、まあ成長を見せますよ。しっかり成長を見せるんでね。はい。はあ、普段のトレーニングって僕あんま載せてないんですけど、森達の方のね、 YouTube にルーティン系の動画なんですけど、結構毎日どんな生活しているか、そちらの方でね載ってるんで、皆さんぜひ見てください。はあ、もうライフスタイル全部わかります。何食べてるか、どんな筋トレしてるかね、全部載ってるんで、はい、365日載ってるんで、はい、見てください。ということで2セット目、はい、2セット目何しよっかな。はい、次は何やろうかな。何やろう。じゃあマッスルアップ1、
上でバーディップス30で懸垂20いきます。ということで、なんとかできました。目標を超えるというね。きつい。そうそうそう。一応言っといて、まあ、ちょっと余裕あったら回数はね、はい、上げます。ギリギリまで追い込むことが大事なんで。そこが強さの秘訣ですね。ということで、次森札2セット目。まあ、セットはね、僕たちいつも自分で決めてるんですよね。自分でちょうどいいセットを決めて、まあ、できたらできたでいいし、まあ、できなかったら限界までギリギリまで挑戦するっていう感じでね、お互いそれぞれセットをね決めてやってます。次何いく？1、20、10でマスラップ1、バーディップス20、懸垂 10、はい、OK。 ちょっとね、さっき限界言っちゃったもんで。そうやな。1が危ういけど。そう、マスラップ1だな。いきます。はい、では次ラスト、とりあえずラスト、何行こうかな。マッスルアップ5、バーディップス5、懸垂5、555で555。マッスルアップ5がマジきついと思います多分。この追い込んだ時そう、マッスルアップマジきつい。マッスルアップだけは別格やからな。あがらん。こうなるんですよ。こうなるんですよ皆さん。ちょっと反動使って1回目上がれば。いけいけいけ、ナイス。あと4回。気がどうなる。いけいけいけだ、おし。いい。いけるよ。すいません。ちょっとマスラップ無理です。3セット目はマジでこうなります。普段20回ねマッスルアップできる人でもさすがに追い込むと1回がこうやってね、マッスルアップとバーディップス懸垂の
こういうセット組んだらね、うん、もう3セットで限界です。はい、次は僕はもう、まあ、1頑張ってやってバーディップス5減衰5 OK 1、5、5で OK いくよ。感じでね、まあ僕たちが普段やってるねトレーニングをちょっとちらっとお見せしました。まあこんな感じでね、僕たち2人ともセットを決めて毎日やってます。まあお互い実力はねちょっと差があるんで、まあ、そこはもう自分に合ったセットをやるようにしてます。ただねお互い両方とも限界まではやってるんで、はい、まあ2人とも成長すること間違いないと思います。はい、あとはね食事とかもね、まあ、結構健康食を食べながら、ね、はい、できるだけお金をかけずに、うん、はい、健康的に筋肉をつけております。あ、寒い風が冷たい寒い、はい、まあ、裸でねこんな今2月です。2月なのに裸でやってます。まあ、周りね誰もいないんでということでね、まあ、またこれからトレーニング動画をお見せしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。アルフォートご褒美やったー。あったかい。